皆さんこんにちは、ロサンゼルスロコユタです。今日はコロナ期間中のユニバーサルスタジオに行ってみようと思います。コロナが始まってからの3月下旬ぐらいからテーマパークの方はクローズになっているんですが、ユニバーサルスタジオの前にユニバーサルシティウォークといって映画館があったりレストランがあったりお土産屋さんがある通りがあるんですね。そこはね、1ヶ月ぐらい前から空いてるそうなので、今日はちょっと時間があったので今どんな感じか見に行っていきたいと思います。それではレッツゴー。無料になってます、普通の時は20ドルぐらいかかるんですけど、今はコロナの影響でそのテーマパークが空いてなくてシティウォークだけ来る場合はタダになっているということですね。ラッキー。はい、シティウォークのエントランスここですね。やっぱりマスクが必要で今から熱のチェックがします。37度7分以上だと入れないです。あとはソーシャルディスタンスと手をいっぱい洗ってくださいっていう注意書きがしてあります。では体温チェックをして中に入ってみます。クリア。はい、ユニバーサルスタジオといえば有名なこの地球儀です。ちょっと音楽がうるさいんで聞こえづらかったらすいません。インターネット情報によるとここのシティウォークは1個の道がずっと続いてて、その道にレストランがあったりお土産屋さんがあるんですね。ここの地球儀からその道の一番向こうまで行って帰ってくると1000歩ぐらいっていう風に書いてあったので、それが本当に1000歩ぐらいなのかちょっと実証しています。今の歩数をここに今表示しているので、行って帰ってきてどれぐらいになってるか見てみます。レストランとかも空いてないところとかもあるので、ちょっといつもよりは寂しいですけど、今はこんな感じになってますね。もうちょっと夜になるとあのライトがピカピカになってすごい綺麗なんですけど、やっぱりコロナの時期なのか8時までしか空いていないので、ちょっと夜までは光が綺麗になるかどうかちょっと微妙ですけど。なんか可愛い。でもあれ石鹸屋さんだ。
さんですね。とても空いてる場所は。ここはNCシアター、映画館です。イベントやったり、小さいコンサートやったりしてます。あ、ここ、フィギュア屋さんの後で。この辺は閑散としてますね。誰もいないな。やっぱり空いてる店も少ないんでね、パーキングお金取られるなら多分あまり来ないかもしれないですね。ここで最後ですね。道の反対側に来たので今からまた戻ります。地球儀の方に。これは写真撮るべきですね。ちょっと撮ってみます。ブルドーナツ、ドーナツ屋さんなんですけど、 2,3 年ぐらい前めちゃくちゃ流行って、もうラインで2時間待ちとかになってたんですけど、いろんな種類の面白い形のドーナツがあって、アメリカっぽいですね。なんか一個面白い形、あ、これか、これみんな買ってるんだ。私も昔3個ぐらい食べてみたんですけど、あんまり美味しくなかったので、あまりおすすめはしないんですけど、でもかなりのインスタ映えにはなると思います。はい、行って帰ってきました。ご覧の通り、だいたい1000歩ですね。1150ぐらい。でもなんかあのインターネットで、家にいっぱいいないでシティウォークに来て何回も往復して、その日の1万歩目指そうみたいな、そういう企画があったのでちょっとやってみたんですけど、だいたい1000歩ぐらいでしたね。運動にはいいかもしれないです。あとお店も全部は開いてないんですけど、ライトがあるので楽しめると思います。